熊野三山の霊域の入り口、滝尻王子。ここ滝尻王子はこれからいよいよ神々の住む神域に入るという重要なところです。滝尻王子の裏山一帯には八百万の神々が祀られていました。そばを流れる富田川は昔は岩田川と呼ばれていました。ここで禊を終えるとこの滝尻王子に参拝して神道仏教の宗教儀式の後、神楽や相撲、歌会などが行われました。後に後鳥羽院が主催した歌会の折に藤原の定家など当時を代表する歌人が詠んだ和歌が今日まで伝来しており、熊野返しとして広く知られています。本宮、新宮、そして那智までおよそ100キロに及ぶ行程の始まりです。滝尻王子から急な山道を300メートル登ったところには胎内くぐりと父岩があります。道の駒の藤原秀衡夫妻が熊野詣の途中、夫人がこの地で産気づき男の子を産みました。生まれたばかりの子を連れて熊野詣をするわけにもいかず、やむなく岩屋に子供を預け参拝を済まして帰ってくると、子供は狼に守られ元気にしていたと伝えられています。滝尻王子の向かいには熊野古道を中心とした中辺の歴史紹介と観光案内を兼ねた休憩施設、熊野古道館があります。町内の12の王子社にちなんだ12角形の建物が目印です。